1989年、新潟県二次男として生まれる。幼少期は教室の隅にいる変わった子だった。小3から高3までオリンピックを目指し、スキージャンプに打ち込む。この頃スキージャンプの先輩に、ヒカキンというあだ名で呼ばれ始める。2001年、ハモネプリーグを見て、ヒューマンビートボックスに興味を持つ。中学時代、スキージャンプで全国8位入賞。合宿の練習でトップレベルの選手と共にトレーニングしていた。高校2年時、YouTube チャンネル開設。2008年、親にもらった2万円を握りしめ、東京へ、社員寮付きのスーパーで働き始める。ココアの粉を振りかけたパンを食べて、給料日まで食いつなぐ。同年、YouTube パートナーに申請するも却下される。2010年、スーパーマリオビートボックスの動画が月間アクセス数1位に。その後、YouTube 側から YouTube パートナーのオファーが来る。同年、2010年度、YouTube 世界ベストパートナートップ500人に選出。2011年、アメリカの YouTuber、ミシェル・ファンに出会い、YouTube で生活していくことを決意。同年、日本での YouTube ネクストアップ2011に落選。屈辱の敗北後、研究に次ぐ研究を重ね、今まで以上に寝る間も惜しんで動画作りを続ける。3ヶ月後、YouTube の収入が会社の給料を上回る。2012年、スーパーに仕事を退職。2013年、エアロスミスと共演。2020年、ユリコと共演。同年、コロナ医療支援募金を設立、1億円を寄付する。2021年、チャンネル登録者数900万人突破。以上がヒカキンの人生史です。編集の励みになりますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。